こんにちは、シンガーソングライターの菅野恵です。今日はミュージックビデオただいまの場所の撮影で下郷町に来ております。そして今日はなんとそのミュージックビデオにスペシャルなゲストをお呼びしております。タレントの長澤優さんです。はい、皆さんこんにちは。福島県伊達市出身の長澤優です。めぐみさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、もうミュージックビデオ出させていただきたいと思ってたんで、そんな恐縮。本当に念願叶いました。もうこちらがです、本当に夢が叶った気持ちでおります。ありがとうございます。今日はですね、私あのミュージックビデオ出させていただけるということで、はい、そしてあの待ち時間もあると思うので、私が今回はちょっとビデオを回しながらミュージックビデオの舞台裏も皆さんにお届けしたいなと思っております。豪華すぎる、すごい贅沢。なのでいつもめぐみさんのチャンネルご覧の皆様も、今日は私がまたね、知られざるめぐみさんの表情を撮っていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。雲一つない青空が広がっています。さあ、ただいまの場所ミュージックビデオ、まずは湯の神温泉駅からスタートしますよ。いい写真撮れました？撮れました。これはインサートで差し込みでしょうか？はい。これ絶対菅野さん晴れ女ですね。あ、晴れ女なんですが、はい、風女なんですよ私。なるほど、通りで。何でも女と言われてます。菅野さんは湯の神温泉駅来るの初めてですか？ここは2回目かな。湯の神温泉でライブがあって、はい、それで観光しにここに来たかなっていう。ありました。すごい。めぐみさん、いや私はめぐみさんにします。じゃあ私もゆうさんに、じゃあめぐみちゃん、私がめぐみちゃんおかしくないですか？めぐちゃんって言っていいんですか？はい、うちのお姉ちゃんもめぐちゃんです。え、そうなんですか？はい、おうち塾での撮影が始まりました。かいさんです。今日はめぐみさんのコーデはですね、爽やかな白のシフォン素材のロンティに黄色いスカートが映えますね。卵焼きが食べたくなる。さあ、これからリップシンクが始まりますね。緊張の瞬間です。
春の大内宿はどうですか？めっちゃいいですね。いや、今日が本当にしかも天気も良くて、気持ちいい。やっぱり晴れ女ですね。お、やった。風は止んでしまいましたが、いや、これはもう風も止みましたよ。なんかミニチュアみたいですね、ちゃんと。本当におもちゃみたい。ねえ、スポット撮りそうなうち。すごい綺麗すぎて。昔あるところに大内宿というところがありました。そこにじっさんとばっさんが住んでおりました。なんだべ、今日は外が騒がしいな、ばっさん。なんでしょうね、じいさん。あら、なんだか黄色いスカート履いてる、なんだ、めんこいやっこがおったど、ばさん。あれ、ただものじゃねえな、あれは、ばあさん。だな、え、なんて人が知らんね、じいさん。ああ、なんだ、ああ、なんだ、名前わかんねえな。ちょっと聞いてみっか。聞いてきてみてくださいよ。ああ、じゃあ、オーラ行ってくっかんな、ちょっと。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。なんだ、おら今、あそこから見て、めんこい、あ、黄色いスカート履いてるめんこい、のおるなと思って来てみたんだけど、何やってんすか？ミュージックビデオの撮影をしていたんです。あ、ミュージックビデオ撮って、あ、なんだべ、ほら、え、ほら、お、え、映っちまう？ミュージックビデオ映っちまうからもう。よろしいですか？え、大丈夫、いや、お、俺はいいんだけどよ、え、なんだべ、お姉さんどっから来たの？東京から、おかえりなんだべー、どうだ、久しぶりの故郷は。最高だい。なんで、なんだべー、天気にも恵まれてよ、今日な。最高だ。なんだ、あんた東京から来たんか。なるほどー。なんだべ、こんな可愛いスカート履いてない。ばあさん、こればあさんには言えねえ、あんまりめんこいめんこい言ってんのは。ばあさんには、はい、長沢遊劇場でした。こちらにしかないやつで、あのすごいあの人気らしいです。漬物、漬物、いただきます。おいしい。歩きながら歌っております。ちょっと目が合った気がしますね。ザ実食、うん、初のネギそば。ネギもかじってくださいね。結構行きましたね。行きましたね。結構行きましたね。結構行きましたね。どうですか？うん。美味しいけど辛い。甘すぎない？下げてもいいよ。下げてもいい。さあ、塔のへつりへやってきました。揺れますか？揺れました。揺れました。中央で止まってみてください。怖いって言いながら行くんですね。怖いもの見たさ。嘘だ。嘘でしょ。
西日になってきましたね。朝早かったですが、どうですか。急に知りやすい。やなんかあっという間でしたね。はい、なんか楽しみすぎて昨日眠れなかったんですけど、はい、子供、遠足前の子供ですね。はい、なんか終わっちゃうんだなと思ったら寂しくなりました。うわ、あ、ドローンが、ドローンが、あ、すごい。おお、あの耳元に、耳元にハエがいる時の音にそっくりでした。塔のへつりで撮影しております。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。撮れなかった。撮影で終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。いや、ほんと楽しい撮影であっという間でした。めっちゃ楽しかったです。さあ、一日ミュージックビデオを撮影してきました。めぐみさん、お疲れ様でした。あっという間でしたね。朝ね、またこの湯の神温泉から始まってもう日暮れですね。楽しみすぎて、どのやったことも全部あっという間に終わってたんですよ。脱ぎそばかけたのがついさっきみたいな気持ちですし、もう本当にあの街の方とかと一緒にね、プレイさせてもらったりとかもすごい楽しかったですし、本当街の方もノリノリで笑顔で素敵でしたね。高くて、はい、景色が何より最高。本当に魅力的な街だから、はい、魅力を通して、うん、よりどんどん強くなります。あ、もう今めぐみさんがこう細胞レベルで喜びが溢れてるっていうのが伝わってきました。本当にじゃあただいまの場所でしたね。うわ、じゃあまたこれからも頑張ってください。はい、はい、じゃあ皆様にもぜひ最後にこのチャンネルをご覧の皆様に一言お願いします。もやっておりますので、今後とも菅野めぐみチャンネルをどうぞよろしくお願いします。いや、音楽的なことがメインですよね。そうですよね。びっくりしました今。